はじめまして。私は宮と申します。引退した時に調べ屋の学生です。今、私の家族について始めましょう。私は4人家族で、父と母がいます。私は1番目です。妹が1人います。皆さん、姉の漢字と妹の漢字と何と読みますか？皆さん知っていますか？じゃあ説明を見ましょう。これは姉の漢字ですね。音読みは C です。意味は adik kakak perempuan です。それからその漢字は、音読みは妹です。音読みは舞です。意味は姉プランポンです。それでは、その2つの漢字は何と読みますか？その2つの漢字は、新舞と読みます。音読みと音読みから合わせます。ですから、その熟語は漢語ということです。じゃあ、例文です。姉の例文。1番、友人の姉が図書館に勤めている。2番、姉は昨年結婚しました。妹の例文。1番、彼女は義理の妹です。私には妹が2人がある。はい、姉妹です。黒谷口2004年にひろこ姉妹、インドネシア語で意味はひろこ bersaudara perempuan。 それから私が自分で例文を書いてみます。1番、私はリタさんと姉妹です。saya dan Rita bersaudara perempuan。 2番、その2人は姉妹です。インドネシア語で kedua orang itu adalah kakak adik perempuan。 ya, sekarang Renshu Mondai des。 Renshu Mondai wa 1 番、 Shimai というのは何ですか？ 2 番、その漢字はどんな熟語を使いますか？はい、終わります。どうもありがとうございます。